私たちは今スマホ社内法というのをお客様にお勧めをしています。それはあまあイントラネットというかスタッフだけが見れるそれも役職者だけが見えるサイトがあったり担当者ごとに見れるものがあったりそして、えー、事業部ごとに見えるものも用意がしてあるわけですね。そして営業マンが お客様にお邪魔した時には、お客様から宿題をもらったら、自分一人で考えるのではなくて、そこにスマホで案件を入力することによって、仲間たちからも提案が一度に集まるような仕組みができるわけです。今までだったら会社の中で多い1時からちょっと1時間ぐらい、 会議をしたいんだけどって言ってみんなの時間を調整する必要がありましたけど今はえその関係者だけのグループのメッセンジャーを入れてあればそこでいつもの悩み事だとかそしてからみんなに協力してほしいことだとかをオンタイムで発信ができてまたそれに対する反応をもらうこともできるわけですね。 これは別に名刺でなくてもいいわけですけど一度スマホに入れてあればいつでもそのグループに参加ができるわけですねですから今通勤時間っていうのは結構バカにならん毎日の時間ですその時間を在宅でテレワークで作業することによって無駄な移動時間が なくなるわけですねその時間を有効に使うことによって仕事以外での自分磨きの時間に使うこともできるわけですし家庭との会話の時間も増えてくるのではないでしょうかと土曜日だから日曜日だから休むのではなくてそのプロジェクトごとにその期間を決めた中での コミュニケーションというのはとても重要なことだと思いますけどできればその時にそのグループの共有の名刺があればいつも持って歩いてそこでアクセスをできるような環境も名刺の新しい使い方ではないでしょうか。